お疲れちゃんです。スロットです。だけど今回もクラッシュラルやっていくんですけど、今日ね、マルチ、このデッキでやっていこうかなと思います。で、7級行きたいですね、一旦。はい、7級、あと4ぐらい足りなかったとこからちょっと落ちちゃったんですよね。一旦ね、7級行って、まあ、また明日かね、8000行く動画ね、出せたらすごい嬉しいなと思います。というわけで、チャンネル登録まだね、してない方、ぜひぜひよろしくお願いしますっていうのを、ここ最近ね、言ってるんですけども、動画の冒頭にね。だから、それ言ってからチャンネル登録者がめちゃくちゃね、こう、まあ、伸びがいいと言いますか、前まで最近全然ね、こう、増えてなかったのがすごい増えててね、こう、声かけした瞬間に、声かけしてすぐね、こう、視聴者の皆さんが、チャンネル登録してくださるっていうのは、マジでね、こう、皆さんが神ですね。本当に。はい。超ハッピーな、こう、ね、毎日送れてますと。めったところで、さあ、マッチングしましたね。ビーティーンは、基本的に、ジャイスキャラかジャイスパだった気がするんですけどね。の、スケルトン部隊入り系かなと思うんですけど、まだわかんないですね。はい。さあ、ピースしてるんで、雪玉、ああ、ジャイスキャラかな。グーのスタンプねえかな。あった。勝った。よし。ああ、雪玉スキャミ。ああ、ジャイスキラっぽいっすね。ジャイスキラっぽい。ああ、ジャイスキラですね。いや、でもやべえ、これ。ジャイマス系。ミニペ。スケルトンブッチャー、コウモリ持ってて。何してもミニペとかマスケで合わされるんで、これ。ラム裂いたらミニペ食ってカウンター来るし、ランバ裂いてもミニペ来てカウンター、イント裂いてもマスケからのカウンター来るんで、これユニット一旦どれも裂けないっすね、多分。で、ケツジャイ来たら、これどうしようかな、一回受けからっすよね。ケツジャイ来た時に、逆サイ攻めても、適当にミニペとかのユニット許容からのフルカウンター来て終わっちゃうので、まあ、絶対受けから行かないといけないんですけど、受けから行くときの、このユニットの裂き方がむずいですね。インド、これ多分マスケプラス、あ？ダクネ？ダクネ？何それ？マスケじゃねえのか？ああ、いや、あるんかい。結局ね。ああ、俺のマジアチェンメできたら嬉しかったけど。うわー、できねえか。まあ。いや、なんか全然俺の知ってるようなデッキじゃない。まあ、これスケルトン部隊で守られるかな。あ、コウモリ。いや、強っ。はあ、なんだ？ジャイスキラのマスケの枠がダクネになってますね。で、スケルトン部隊コウモリ。なるほど。さあ、インド裂いていいと思うな。これマスケじゃないですからね。ちょっと厄介ですね、これ。俺のラムが捨てられたって感じですね。これちょっと早めに溶かしちゃおうかな。さあ。で？さては、そっちに使うの良くなかった。あ、言うて守れてますね。言うて守れてる。あ、ボーラー入りですね。ボーリー。あ、でも逆算入る。いや、でかい。いや、でけえ。これ、ランバー捨てます。ランバー捨てたらたまたまそっちサイド来た。いや、これユニット裂くの無事な。逆サイジャイスキャラとか普通にありえるもんな。入ってくんな、入ってきちゃったよ、マジで。うわ、いて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 。うん、こっち向けユニット。オッケーオッケー。いや、耐えたらあるんだよな、これ。ボーラー厄介っすね、マジ。来ないこと祈って。なんだ、コウモリ飛べ。お、ヒースピゴ、ナイス。オッケー、いや、でかい。これ逆サイかなーって、こっちですね、絶対。と思いきや来ない。いやー、怖えー、マジで。どう来るんだ、こいつ。これミスって瞬間終わりますよね。来た。ジャイ入るな。オッケー、ジャイ入ってない。ジャイ入ってねえがやべえ。いや、ラム入ってる。なんで？オッケー、ラム入ってる。でけでけでけ。あるぞ。800どう削る俺。これでも、ケツボーラーから来るとやべえな。逆サイだな、これ。さては。からの、こっち。
うわ、相手なんかやってね。これ見て、からの完璧なファイボ。マジオちゃん、犬系いっぱい犬系いっぱい犬系いっぱい犬系。くんなくんなくんな。あ、待って、勝てる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 、耐えろ耐えろ、あぶねー、よいしょ、あぶねー。7956、いやめっちゃ高い、これ40近くもらえる。41やべえっすよ、これめちゃくちゃ美味しいね。これ最後のあの逆サイランバーめっちゃ良かったですね。逆サイランバーラム行くかすごい悩んだんですけど、まあ、ランバーラム行っても結局タワー結構残ってたんで、まあ、削れないよなと思いつつ、ブラフのというかなんかにニット咲かせランバーで相手がなんか高めボーラーしたんですけど釣れなかったんですよね。そう、釣れミスしてて、でもタゲはそのランバー向いててみたいな、結構救われましたね。で雪玉でノックバックで絶対ユニット出るタイミングでファイバー当ててスケアミ使わせてからの、いやめっちゃいいですね。てか柳雨雪玉で、まあ、マジュアチャ処理できますけど、矢雪のこうマニュアチャちょっときついデッキでね、ここまで戦われますからね。まあボーラーがきついですね、スケアミと僕は。スエスケ盲点、いやーこの人ね多分同じデッキなんですよ。僕この人がこのデッキ使ってたんでパクったんですよね。お、超えてる。さあギャリゴブリン、ウォールブレイカーとかかな。さあ、ウォールブレイカーっぽい顔してますね。いてぇ。いてぇっすね。この人は、ウエスト、海外のプロでめっちゃ強い選手ですね。世界トップ5入るっていうのを僕よく言うんですけど、この人ですね。いや、これやばいか、佐藤。お前、AM が、AM ワルス、コウモリ？うん。でもないと。おい、うまいね。ここのウォールブレイカー追加がうまいんですね。これだって今ユニットできてたらダメージ入っちゃいますもんね。さあ、前半は押されますが、必ず僕のユニットが残るんですよ。相手がポイズンなので、言ったらランバー U のインドラ系が残ってきて、そこでフルカウンターでバンバンバーンって感じでやっていけるといいなっていうのが理想ですね、正直。ですがシンプルに相手のボールブレイカーを受けるのが大変。ラム防衛かな、どっかで。で基本的に自分からこう攻めるというよりかはカウンターで攻めたいですね、このデッキは。なんならこのマジアちゃんも読まれてる。うん、ヒースピー？いや、いい。やばい、これ。ウォールブレイカー来たらやばい。オブネー来ない。いや、ファイブを使ってらも防衛したいですね、これは。さあ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 、イモリたいですね。ちょっとイモったカウンターでマジアチャで削るぐらいかな。で、ここで来るっすね。ってか、ほぼ。来そう。来るポイズン削りか。このマジアチャ逆サイズかね。あ、まあいいや、残る。ここ一回待ちですね。僕は自分から無理に攻めたくないですね。逆サイディーが、さあイモルトはやっぱこんな感じ、ユニットが余るっすね。でマジアチャで削る。いや分かってるけど、多分マジアチャの受けがないんですよね。いいですね、これラム追加していいですね。ウッド咲いてないか。おお、ウッド咲いたな。インフェだった、これきついんじゃない。いやーミスったな、ちょっと。さあ全然いけますよ、これは。インフィなのがでかいですね。間違えちゃう？ OK、ナイス。これいっていいっすね、絶対。で、コウモリ絶対来る。いや、違った。家の突進。
これないと無強ですね。絶対きつい。絶対きつい。小森？上に？いや、ファイブで終わる。いや、終わんね。耐えろ。来た。やばい。ウッドで終わる。間に合い。あぶねえ。来たー。グッドギュー。多分これもうちょっと楽に勝てそうでしたね。なんか、橋前ウォールブレーカーがちょっといやらしい。なんかすごい多かったですね。なんか、で、僕が反応若干遅くて、有能出せなくて、タワー2発受けて痛い場面とかもあったんで、あそこをもうちょっとパーッとね、ユニット出せて、有能まで出せるとめっちゃでかいですね。いや、でもでかいですね。さあさあさあ。倒しインフェでしたね。インフェっぽいウッドだったのか。インフェ、まあロイジャイとかっすかね。今、ロイジャイ、ドラバ、ゴレがちょっとは流行ってるかなぐらいですけど、まあ小物も結構いますけど、まあまあ、でかいですね。よろしく。さあ、これ勝てば、7級ですね。7級か行きたい。さあ、アベバッチ。あ、なんでもかかんねえけど。よろしく。さあ、何のデッキだい君は。つけ。26? ワンチャン。クロスだったらちょっと嫌ですね。つけで待ち、ロイ。ああ、26かな。いや、でもクロスっぽいですね。26だったらもうちょっとユニット出すんですよね。いや、全然違う。ロイだ。普通にロイでしたね。いた。あ、でも DK。てか、これ、ロイ来たら終わるっすね、普通に。来ないで。大きい祈り通じる。で、ロイジャイ、これ意外と、なんか負けるんすよね。それ、負け筋は、プリンスが入るか、プリンスがきついのと、あとね、自分から攻めてカウンターで死ぬっていうのがよくありますね。なので、このグッドゲームは、どっちのグッドゲームなのかちょっとわかんないですけど。そう、プリンス気をつけたいですね、個人的に。ああ、いや、エレキだ。エレキはもう無理だ。っていうか、それっすね、相手。エレキだからこれ、勝ったと思ってますね、マジで。エレキ良くねえっすね、普通に。あ、でも相手、あれだ。ギガー型だ。ギガー型だからワンチャンある。いや、ここプリンスなんですよ、一回。一回プリンスなんで、ここ攻めずに、これをプリンスで受けてこない貴様。いや、逆に、ウッドとかも使ったらこれ結構きつくない？結構きつくない？きついよ？おい。さあ。からの相手プリンス出さね。絶対きちいこれ。いやー、走んねん。なんで俺の言うの走んねんだ。こんな歩き癖ついてんな。このマジアチャリ抜く、もう5打たれたら打たれたっすかね。ふう。いや、エレキか。あれ本当はあれなんすよね、スケドラなんすよね。そう、スケドラだったら全然違うんだけどな。インドのリセットはちょっと良くねえっすね。犬け。犬いて。なんでお前、犬きサボリも出ちゃってる。これちょっと攻めすぎだな。あ、ロケホ逆行ったでいけー。あるぞ、これ。マジで。やべ、相手のエレキがめっちゃ取れてる。やべ、倒せ。
やべえ。あ、でも守ったら、守ったらなんなら、守ったらある。耐えろ。あるよ、ある。来た。ええー、待って待って、こと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 。オープンで負けたと思ったら、勝手にラブ入ってたんだけど、そんなラッキーな勝利ある？いや、でも、これですね。これですね、皆さん。ラムって、攻めラムをめっちゃ使いたがるんですけど、防衛が大事ですね。なんか防衛ラムをしてると、まあ、防衛ただしてるだけなんですけど、たまたまでこんな感じで攻撃通ることがよくあります。逆にこのラムに、なんか防衛コスト相手よく使ってくれるので、こう、ラムで結構守れたりとかもあるんで、このデッキ結構ゴレとか、まあ、戦いにくいんですけど、まあ、ゴレダクナとか組まれても、ご文字、インドラとラムライダーとかでほぼ処理できますね。相手のダクナのコームとかも全部ラムが防衛してくれるんで、今みたいな防衛ラムがね、この勝敗を決めることがあるのかなと思います。防衛ラムが成功したんでね、急にこんな喋ってますけども。はい。というわけで、ぜひね、こう防衛ラムをしっかりね、使えば相手がホグとか、でも全然ね、もう前半イモって、相手のダメージを抑えれば、こう、ユニットがね、自然残って、カウンターできる時が来るんでね、ぜひ使ってみてください。というわけで7球いきましたね。次また明日かね、明後日か8000位到達動画上げたいと思います。では、お疲れちゃんでした。またね。